こんにちは、オーピンハニーとシロです。今日はグリーンハウス全部まとめてみました。完全版やっていきたいと思います。それいつもと違うのをやらんといてくれ。どう入ったらええのじゃ今とはほんまに。はい、ということでグリーンハウス全部集めてみました。はい、最もね集めて、うん、どういったグリーンハウスがあるのか、はい、そしてどういったことが違うのか、うん、まあ、そんなものをねちょっと紹介しながらね、やっていきたいと思います。バイバーイ。はい、それではレッツゴーゴーゴー。はい、まず最初はこちらいつもの3つね。はい、最初のグリーンハウスと、あ、初期のね、うん、中くらいと、まあ、大きいみたいな感じでね、はい、おー、まあもちろんこれはね、どれぐらいものができるかという違いですね、うん、だ基本的にはあんまり違いはないんだけど、これね、小型グリーンハウスから中型、大型グリーンハウス、この3つね、トマト、レタス、イチゴ、通常通りできるよってことでね、はい、自らできるよってことでね、これやっております。これも説明いらないね、大丈夫だと思います。はい、じゃあ次いきます。はい、でこちらね、これ最初に出たモッドじゃないかな、ここは確か。でこのグリーンハウスは一見同じ大型のグリーンハウスで一緒なんだけど、うん、ライトが光るのよ。あー、綺麗だったわ。これ私の大好きなピンク色に光ってた。そうそう、夜ね、あのライトが光る、大型ハウスでございます、はい、でこれはこれに関してはお水だけじゃなくて、お水と種と肥料を使うことによってトマトができるよっていう、たくさんできるんで、ね、できるよってことでね。でここ乳化素材の中もこの3つあるよと、堆肥で作ることもできるんだけどね、はい、ということになっております。それではこれピンク見てみましょう。できました。綺麗だね。これかっこいいよね。え、めちゃくちゃかわいい。これピンクね、うん、大好き。すごいよね、いいよね、うん、でもこれでまあ育つ速度も速いんじゃない。あ、そういうことね。そういうことなの、夜も行けるよみたいな。うわ、だからここ二重なの。結構たくさん出てるね。そう、普通は大型って一列なの。あ、本当だ本当だ。こういう感じでね、倍なのかな。じゃあだからそうだね。いやー、すごだ。これこれぎっちりやるから、あ、その夜もオートローダーのあのトレーラーがなんか横置いといたら、オートローダーガッツしね、はい、いけるんじゃないかと思うんでね、はい、はい、じゃあ次行ってみたいと思います。はい、ちょっと夜のまま行くね。はいはい、こちら、はい、このグリーンハウス、これもライトついてて、なんかこう今時じゃない。そうだね、かっこいいでしょこれ。なんかあの近未来的なね、うん、でこれ一列ね。でこれはよいしょ、これに関してはこれね、これ読めないけどこれ、はい、これに関してはね、今ちょっともう材料切れちゃったのかな、これ赤くなっちゃってるけど、あ、もうたくさんできすぎちゃった、ね、あ、もういっぱいいっぱいあるよってことでね、うん、トマトと、うん、液体肥料を使う。液体肥料なんだ。で液体肥料ってあんま使わないでしょみんな。使わない。で液体肥料をね使うよっつうことで、こちらの液体肥料ね、だからこれを使ってってことだね。ただね、この液体肥料、このパレットこのままここ持ってきても、うん、ダメなのよ。あ、ダメなの。ダメなの、もうドボドボって入らんのここに。どうやって入れるの。だからまああの1個、まあ挟まなあかんのちゃうかな。ちょっと手間はかかるね。ああ、これに入れて、うん、これ肥料いけるから、はい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 、これで肥料をこいつに入れて、うん、でこいつで持ってきてここで出すみたいな。なんかまあまあできないことはない、まあ、手間でもないよそんなに。そうか、水入れる感じ。そうだね、そこで入れ替えてって感じって感じでね。で中もこんな感じでね、パレットなんかよくわかんないけどまあこんな感じでなっております。いいね、いいね。はい、で続いて、じゃあちょっと日本っぽいとこ行こうかな。はい、こちら、ここも2つしかないんだけど、これぞビニールハウスじゃない。これみんなの知ってるビニールハウスでしょ。これよく見ますね。ねえ、これ日本らしい感じの、うん、ビニールハウスになってます。かわいいでしょ。かわいい。で結構ロングね、長いね、うん、結構長い、長いね。でこれはお水、まあ、通常のやつと同じかな。お水だけで育てられる。そうそうそう、この名前のとこね、これね、お水で育てられるよということでね。
オープンエアガーデン、うん、屋根がないんだよね。あれだね、雪の降る時だけはできてたね。そうだね、これ12月になるとできるね、うん、ちょっと今やってみたいと思いますけど。でこれに関しては、はい、これもお水だけで育てることもできるし、オープンエアガーデンね、うん、で、種と固形肥料を使うこともできるよってことでね、はい、やってください。それではちょっとやってみたいと思います。こうやってね、12月とか冬になると雪が降るでしょ。雪が降ると屋根ができます。これはこれで可愛い仕様だよね、うん、これがオープンエアガーデン。はい、じゃあ雪降る中ちょっとやっていきましょう。はいはい、ここです。この2つ、これオリーブ。オリーブ、今までオリーブって言ったらね、畑作らなきゃいけなかったんだよね。そうだね、なんか柵みたいに感じでなってたね、うん、やらないといけなかったね、うん、今までのオリーブはまあここから果樹園でね、そう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 、オリーブってこれでダダダダってやらなきゃいけなかったんだけど、はいはい、このグリーンハウスとかしたオリーブ、はい、これでこのオリーブを、まあ、収穫することができると簡単にね、うん、できるようになってね。そうだね、で、すごいスペースも小さいから、まあ、これ何個もガガガッと作って、うん、わ、稼げるね、これは。これは稼げるね、うん、あ、おっとと間違えちゃったあ、危ない危ない、きっと飛ばすことだったね。ダメよ。はい、で、続いて、はい、これはオリーブのブドウバージョンね。そうだね、これも今までザーってなってたんだけど、うん、グリーンハウス化してやってくれたおかげで、はい、このモッドでね、こうブドウも手軽に取り扱うことができる。はい、はい、今現在ちょっとパワーモッド入れてるんでね、これ持てるけどね、通常の状態では持てないんでね、うん、はい、その辺はちょっとフォークリフトでやらないといけないですけどね。はい、はい、こういう感じですね。これもいいですよね、うん、これは2つは、これブドウとオリーブね。だから種、固形肥料、種、あと堆肥、種、固形肥料、種、堆肥、これでもできるよって。で数がね増えるわけね。あ、まあ、ちょっと増えるって、まあ、そうだね、水の使う量が少なくて済むって感じじゃないかな。ああ、そういうことね。そうそうそう、これでやっといい。個数は一緒か、うん、一応まあ64を1つとしてってことだよね、うん、まあ、こんな感じだね。紅葉が綺麗。ここのバケツに入っていくっていう感じなのかね。そんな気がするよね。はい、これはちょっと大きいんだけど、これがね、メープルでございます。はいはい、じゃじゃーん、すごい、ほら、メープルシロップ書いてあるね。すごい、シロップになって出てくるの。そうだね、箱になって出てくる、ここから。その木とその出てくるところはセットなのね。そう、セットセットセット。あ、そうなんだ。これも一つドンと置くだけでいい。あ、一緒なのね。へえ、すごい。ね、こういう感じ。本当だ、くっついてるんだ。大きいでしょ。うん、すごい。これ大きいんだよ。だ、これでメープルを売ることができると、うんうん、メープルシロップね。まあ、カナダだよね、メープルって言ったらね。まあ、寒いね、こうエアレングラートはカナダではないんだけど、まあ、メープルやりたい人はメープルできるよっていうことでね。はい、あります。やってまいりました。わー、すごっ。これがブドウでございます。ブドウのグリーンハウス、ブドウとオリーブができるのかな。すごい量だね、これ。これすごいでしょ、うん、すごいのよ、これ。はいはい、ということで、こうオリーブとブドウがこう出きる感じなんだけど、うん、ここからも出るんだよね、うん、一応ちょっと分かんなかったら供給ってやつにしてみたんだけど、はい、ここに出る。おー、すごーい、便利。いや、これ大量に運べていいね、これは。グリーンハウスとしてはこのグリーンハウスになりますね、このグリーンハウスね、うん、これが今、まあ、大体あるグリーンハウスの、まあ、全てというかね、基本になります。はい、はい、このモッド、まあ、駆使してね、うん、自分の好きなようにね、ちょっとできるのが、まあ、このファーミングシミュレーターの楽しみ方だと思いますので、今人口ちょっと減っちゃってるんで、まあ、隣近所、または学校のお友達、会社の同僚と誘って、はい、ファーミングシミュレーター人口を増やしていきましょう。しゃー、はい、ということで、本日の動画はここまでです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。